モンテカッシーノと修道院モンテカッシーノは、イタリア共和国ラチオ州、フロジノーネ県カッシーノ市郊外に位置する標高519メートルの岩山。ヌルシアのベネディクトスが、同地に初めて、ベネディクト界の修道院を築いたことで有名。同修道院は、古代から中世を通じて、ヨーロッパの学芸の中心という重責を担っていたが、戦乱の中で、たびたび破壊された。 ローマの南東130キロに位置する。もともとはローマ人の築いたカッシノムという町が岩山の上にあったとされる。現在のカッシーノの町はさらに1.5キロほど東にある。古代のキリスト教関連施設ではよくあることだが、モンテカッシーノに築かれた修道院も異教の神殿の上に建てられた。もともとはそこにはカッシーノの町の城壁に隣接していた。 アポロ神殿があったが、ゴート族の侵入によって荒らされていた。ベネディクトスは同地にやってくると、アポロの像を打ち倒し、異教の神殿を破壊した。彼は同地を、先霊者ヨハネに捧げ、修道院を築いて、そこへ定住した。ベネディクトスとその同士たちは定住の誓いを立てることを、特徴としたように、同地へ生涯にわたって定住した。そこで有名な、 ベネディクトゥスの戒律が執筆され、西方修道制の起源となった。東王都族のトーティラは543年にベネディクトゥスを訪問している。モンテカッシーノで始まった修道士たちによる新しい共同生活、つまり祈りと労働を重視するスタイルは、西方の修道制のひな型となり、多くの修道院を生み出していった。モンテカッシーノの不幸は、道地が、 戦略上の用地に位置していたことであった。このため、たびたび戦災を被ることになる。584年には、ランゴバルド人によって、修道院が破壊されると、修道士たちは、ローマへの退避を余儀なくされた。彼らが、モンテカシーノに戻ることができたのは、それから100年近く後のことになる。この間、創立者、ベネディクトゥスの意外は、 フランスのオルレアンに近いサンベノアスル・ロワールに安置されていた。718年にモンテカッシーノの修道院が再建されると、同地には再び優れた修道士たちが結集するようになり、名声を誇った。修道士の中には、カール・マルテルのコカールマン、アストルフ対抗大ロンバルドの兄弟ラーキス、さらにロンバルドの年代記作成者であった女イ・パウルスなどがいた。 883年には、サラ先人によって破壊され、焼き尽くされた。再び再建されたモンテカシーの修道院は11世紀になると、有名なデジデリウス院長やオデリウス院長の下で、再び活気を取り戻す。修道士の数も200人を数え、数々の優れた写本が作成された。修道院全体もかつてない規模に増築され、技術者として、アマルフィやロンバルディアのみならず遠く。 コンスタンティノポリスからも職人が集まったと言われている。この大修道院は1071年に教皇アレクサンデル2世を招いて奉建されたが、この増築事業はオスティアノ・レオの記した年代記に詳しい。モンテカッシーノの破壊と復興木版が1898年第二次大戦の戦闘後、1944年廃墟となったモンテカシーノ。 1>, 1月の5月1944年1349年の地震の被害をものともせずに修道院は再建されたが修道院自体はかつての活気を失っていった1321年に教皇ヨハネ二22世がモンテカッシーノを司教座制度としたことで教区制度による干渉を免れ得なくなってしまった 1799年にはイタリアに侵攻したナポレオン・ボナパルトによって破壊され、1866年にはイタリアで政府によって修道院制度が廃止されたことで、モンテカッシーノは国有財産となった。第二次世界大戦末期にはドイツ軍防衛戦であるグスタフラインの重要拠点となったことから、 1944年の1月から5月までモンテカッシーノの戦いが行われた。2月15日には連合軍の空爆によって修道院一体が完全に破壊されたが、実際にはドイツ軍は修道院を占領しておらず、この破壊行為は連合国の愚行としてドイツ側の宣伝に利用された。廃墟となった修道院をドイツ軍部隊が要塞化したため、 連合軍はこの廃墟を占領するために多大な損害をこむった。この戦いには日系人で編成されたアメリカ軍の第100不評大隊が投入され多大な犠牲を払いながらも激闘を繰り返し賞賛を受けた。また第2ポーランド軍団がカッシーノの占領に大きな役割を果たし同様に多大な犠牲を払いながらモンテカッシーノを占領した。 彼らの軍人墓地はこの近くにある。戦後、修道院全体が国家の援助によって17世紀の様式に復元され、教皇パウロ6世が出席して1964年に剣道式が行われた。モンテカッシーノ修道院には古代以来、脈々と書き継がれてきた数多くの貴重な写本や資料、芸術品が残されていたが、モンテカッシーノの戦いの前に、 ドイツ占領軍の手によって安全を考慮して多くがバチカンへ移送されていたのは建物が完全に失われた中で不幸中の幸いであった。ありがとうございます。